本日は小樽屋台村恋愛横丁の開村19年イベント屋台村20周年にマッチグラ祭にお越しいただきありがとうございます。夏に向けて盛り上がっていきたいと思います。ぜひとも 今夜小樽屋台村恋愛横丁また向かいにあります泊まり横丁皆さんで楽しんでいただけたら幸いです。本日はありがとうございました。これからもこの小樽屋台村が小樽の観光スポットとしてまた市民が憩いとくつろぎの場として愛され末永く活気のある場所であり続けることを心より願っているところでございます。せーの、Thank you.